あの本日お越しくださいましてありがとうございました、えっと、紹介ありましたように電波を使った減災に関するお話をさせていただきたいと思いますあの最初にこう簡単な自己紹介をするのがルールなようであの簡単に自己紹介をし,したいと思うんですけれどもあの私えっと 職場は東北アジア研究センターという研究所で仕事をしておりますけれども学部は工学部の機械知能工学航空工学科での授業それから大学院は環境科学研究科というところでの、ね、授業をしておりますそれからあの東北大学の学友会の中ではあの陸上競技部の部長を今務めておりまして、えー、と実はこの間あの予選が終わったばかりなんですけれども東北大学は異性記念これはあの全国大学 駅伝対抗選手権大会というんですけれどもこれを東北代表としてあのえ出場いたしますあのえと11月1日にあの伊勢で試合があるんですけれども皆さんぜひえとご声援をお願いしたいと思っておりますあの今日の話は電波を使った話なんですけれども電波を使った研究,の研究に関する話なんですけれども私が一番最初電波に興味を持ったのはここにちょっと写真が出てますあのラジコン飛行機ですラジコンの自動車で まあこういうあのおもちゃでで遊んでて本当言いますと子供のと時はあまり自動車には興味なくて飛行機をやってたわけですけれどもあのそういうところがこう電波に関わり始めた最初のきっかけです。であの今日のお話ですけれどもまず最初にカンボジアにおける人道的地雷除去について私たちがやっている活動についてご紹介いたしますでその中でまず地雷を探す。 技術というのは電波を使って土の中に埋まっているものを探すんですけれどもどうしてそういうことができるのかで、えー、地雷除去をするために地雷検知をするためには地中レーダーそれから金属探知機という2つのセンサーを使っているんですけれどもこれについて簡単な原理を説明したいと思いますで後半は電波を使った防災・減災への取り組みとして、えー、と例えばあの地中レーダーを使った津波被災者捜索のようなことについても若干触れる予定です あの電波の話が今日主題なんですけれども、電波っていうと、皆さん、どんなことを思い浮かべるでしょうか、まずおそらく最近で言えば、どなたでもこう携帯を持っておられるわけで、その携帯電話、日あの途中で携帯電話を皆さん、ちょっとお借りして実験をしたいと思ってますけれども、非常にこう、日常的に電波を使っているものなわけです。それからテレビラジオ これ以外にあの電波の使われ方としてはご家庭どこでもある電子レンジ。電子レンジがこれ電波を食べ物に照射することで、えー、とエネルギーを熱に変えてるということをご存知の方多いと思います。それからまああの科学的に言いますとこの宇宙太陽光発電。えー、衛星に太陽電池を、えー、置いて。 でそこで発電した電力を電波を使って地球に送ってくるこういう壮大な計画が今進められていますけれどもそういうところにもこのエネルギーを伝送するという意味で電波が使われていますただ今日お話しする本題はこの計測という分野ですで計測という分野で皆さん多分あのご存知の言葉というのはレーダーであるとかリモートセンシングであるとかこれは離れたところからあるものをこう観測をする計測をするですねそういう技術ですこれについてのお話をしたいと思います というのはおそらく、えー、携帯とかテレビとかそういう電波の使い方に比べて計測ということに対しての電波の利用というのは皆さんそれほどなじみがない分野ではないかなと思っていることが一つ理由です。で前半は私たちが行っていますカンボジアでの地雷除去に関する活動を紹介いたしますでカンボジアはここにあります日本はここにあります日本から飛行機で大体56時間で着くことができます。 で、えっ、ー、と、非常に有名なのはアンコールワットです。あの、年間大体日本からも、えっ、ー、と、十万人近くの方が観光客として行ってる。非常にこう、ポピュラーなところです。で、ただ、あの、カンボジアというのは、あの、アンコールワットは非常に。 親しみがあるかもしれないけれども、それ以外の状況というのは、あの必ずしも皆さんご存知ないかもしれません。これ非常に典型的なカンボジアの農村です。カンボジアは雨季と換気が非常にはっきりしていて、これは寒気なんですけれども、雨季になるとここが全部沼になってしまうようなですから、こういうまあ高い床式の床に住んでいるのが、農村では今でも普通の生活です。で、カンボジアは非常に。ま、世界的にもあの有名な地雷被災国です。で、これはあの、えー カンボジアが1991年まで、えー、内戦状態にあってその間約20年間地雷が国内に埋められてしまったで地雷の問題はこれあのテレビと皆さん、えー、お聞きになったことたくさんあるかと思うんですけれどもその地雷の問題というのはその内戦が終わった後も非常に長く続くというところに特徴がある。 で1991年に内戦が終結したんですけれどもこれはあのカンボジアでの地雷それから不発弾での被災者の数なんですがこ91年の後一旦急に増えてその後減っていきますでこれ急に増えたというのは戦争中内戦中に埋められた地雷はこういうその被災者を生んでいるんですけれども 内戦が終わったことによって人が自由にどこでも行けるようになってそれで逆にその被災者の数が増えたと考えられるわけですところがその地雷を、えー、と除去していく活動が進む過程でだん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 その被災者は減っていくんですけれどもこれ2009年まで,のしま,までしかの統計しかないんですがこのあとほとんどずっと横ばいです毎年だいたい400人ぐらいの方が今でも、えー、被害に遭っていますで地雷はどんなものかということをちょっと お見せしますこれは旧ソビエト製の PM2 という地雷を今分解して見ているところなんですけれどもこれは PMN2 の本物を模擬して作ったこれ形とそれから重さがほとんど本物と同じものですちょこれはあの爆薬入っていませんのでどうぞちょっと手に取ってご覧ください。だい,たい重さというとううこんなようなよものですで今 地雷の中を分解しして見ておりましたけれどもあのご覧になってお気づきになったかと思いますが地雷の中には必ず金属の部品が入っていますでこれはいわゆるプラスチック地雷と呼ばれているものでケースは全部プラスチックでできているので金属としての反応は非常に弱いんですけれどもそれでも必ず中には金属が入っていますそれでこの金属を探すために金属探知機が使われます これも皆さんテレビなどでご覧になったことがあるのではないかと思います。で、これは、えー、と2004年ごろに私あの、アフガニスタンに行って撮ってきたビデオなんですけれども、これがまさに金属探知機です。でこれが今、ビデオに出てきた金属探知機と全く同じものです。で、ちょっと動かしてみせます。これ音、音お聞きになりますでしょうか、ちちちちって音しています。今、これまだキャリブレーションしているところです。 でこれで音が小さいんですけれども、チッチッという音がします。聞こえますでしょうか。で、この状態で今、金属探知機動いてるんですけれども、例えばこういうところでやると、こういう大きな音がしますで。これはこの建物が鉄筋コンクリートの床なので、あらゆるところに金属が入ってるからなんですね。で、ちょっとこれ分かりづらいので、例えばこの地雷の模型を持ってきますと、これを。 こうやって地雷を動かしますと、そこのところで音が出てきます。でこの音がピーポーという音が変わるのはこの地雷が、えー、とこの金属探知機に対して右にあるのか左にあるのかということを識別するための音ですが基本的にはこの音によって金属探知機は金属の有無を、えー、と検知しています。で金属探知機は非常に性能の良い,いものなんですけれどもその原理は比較的簡単です。 えとその原理をここで今あのお見せしますけれどもあの金属探知機のこの丸い輪っかは実は中は電磁石ですで、えー、とそこに今後でお見せしますけれどもそのモデルを持ってきてるんですがここにあるのが、えー、と電磁石ですでこの電磁石に交流の電流を流しますでそうしますと磁界が発生しますけれどもその磁界はこのコイルを鎖光しながらこの地面の中にある えー、地雷に対してこう、えー、と浸透していきますでこれ交流の地雷、えー、交流の磁界が発生しますのでその地雷の中にある微小な金属には渦電流が発生しましてこの渦電流が発生することによって二次的な磁界が地表に現れてきますでこの磁界を受信コイルで拾うことで金属探知機は、えー、音を出していますでこれをちょっと簡単な実験でここでお目にかけます お見せした実験装置があるんですけれどもちょっと後ろの方ご覧になり,なりにくいかもしれませんけれどもこれが大きなコイルでここが受信のコイルですでこのコイルにこれ送信機から今 10kHz の電流を流して磁界を発生させていますでこれはあの今ここにあるもオシロスコープでここにありますコイルの受信電圧を えと画像化して見せていますけれどもここにこうコイル近づけますとこう電圧が発生しますね。でこれはあの通常ファラデーの電磁誘導の法則ですと例えば永久磁石をこう動かさないと電圧というのは発生しないんですけれどもこれは流している電流が交流なので流さなくと動かさなくてもこういう電圧が発生します。で ここから出している磁界をこのコイルで拾う時に例えばこの真上ですと強いですがここから離していくとこれが弱くなるこういう様子がお分かりになるかと思いますで,で少し接続を変えます今ここに出ている波形はちょっとご覧になりにくいかもしれませんけれどもこの送信コイルから出した磁界がこの中心にあります2つの小さい受信コイルに磁界を鎖光させてそれによって発生している磁界です。 でこれ何も触りませんとこのようにえと電圧は一定のままなんですけれどもこの近くに例えば金属を持ってきますとわずかにこう変化しますただこのわずかに変化しただけではこれあまり感度がよくありませんそれで少し計,測とし計測器としてはこれ工夫をするんですけれどもこの2つのコイルの電圧がこのシロスコープではえとこれ 上下させることで2つの信号があることが分かるんですけれどもちょうど今プラスとマイナスが逆になるような設定になっていますでこれはコイルの巻き方を右巻きと左巻き逆向きにしているからなんですねでこの2つの信号をこのオシロスコープの上で、えー、と合成しますでそうしますとプラスマイナスがちょうど打ち消し合わされましてほとんど信号がゼロになります でこの時にこの電圧を少し感度を、えー、上げていくんですけれどもちょっと調整をし,しましたがあの感度を上げていってもこれはゼロの、えー、ままになってます2つの信号がちょうどキャンセルし合ってるわけですねでその時にこの金属片を持っていきますとこれは非常に明らかに反応するわけですでこの金属片がこちら側にある場合とこちら側にある場合では その信号の曲線が反転するのをご覧いただけるかと思いますけれどもそれを音に変えているのがこの金属探知機の原理ですでこの金属探知機は実際の地雷除去の現場では例えば長さが 5mm ぐらいの針のような金属でも検知をすることができますで 人道的地雷除去をする場合には、その地元の住民が地雷を踏んでしまう恐れがあるところから全ての危ないものを取り除くのがと基本です。であの例えばカンボジアの住民はトラクターを使って農耕したりすることがほとんどなくて手で 土を耕しますそうしますと人が掘れる深さっていうのはせいぜい20センチぐらいですので国連のルールでこの人道的地雷除去は20センチまでにある地雷を全部除去すればいいということになっていますそうしますと20センチまでの金属は全てこの金属探知機で見つけることができるそういう優れた機械です。 で金属探知機は例えば空港での安全チェックですとかあの身の回りの,その身につけている元の金属チェックなどにも使われていますけれども原理的には今私が紹介したものと全く同じものが使われていますで一旦そういう金属を見つけましたらば今度はその地雷を掘りますでこれ掘る作業は手で掘ります これカンボジアで掘っている作業なんですけれども一見、非常に危なく見えるかもしれませんけれどもこの地雷の性質をよく分かっていれば地雷は上から叩くとぶつあの爆発するんですけれども横から掘る分には絶対爆発することがありませんですからその性質を知っていればこの地雷を掘る作業自体はそれほど難しい問題ではないんですけれども実はその数に問題があります。 でこれはあのアフガニスタンのビビ・マヒロというところで聞いてきた数値なんですけれども例えば2年間でここでは277個の地雷が見つかったんだけれどもそれと同時に21万個の金属片が見つかっている大体1個の地雷を探すのに1000個の金属片が出てくるんですねこれは薬莢ですとかワイヤーの切れ端とかありとあらゆる金属片ですそうしますと金属探知機を使っている限り 1000個金属片を見つけてその中の1個の地雷をようやく検知できる要するに非常に効率が悪いわけですじゃあその金属探知機は実は地雷探知機とイコールではないわけですねあくまでも金属探知機なわけですじゃあどうやったら地雷を見つけられるかでいくつかの工夫がされていますこれはあの地雷犬ですこれはあのカンボジアでのビデオがあるんですけれども 犬は、その地雷から空中に出てくる火薬のガスの匂いに非常に敏感に反応します。で、犬がその臭いを嗅ぐとここで犬が座るように訓練されています。で、この捜査員はその犬の挙動を目で見ながら地雷があるかないかということを判定しているわけですね。それから犬は体重が軽いので間違って地雷を踏んでも絶対に地雷が爆発することはありません。 で従いまして地雷犬は実は現場では非常にこう信頼されている方法なんですけれどもただ地雷犬はえ地雷を除去すするためのののトトータルのコスがが非常にかかってしまううというのが難点ですそれからもう一つ皆さんこれもテレビ等でご覧になったことがあるんじゃないかと思いますけれども日本の例えば日立ですとか小松という企業が 地雷を機械で除去するための研究開発を非常に精力的にやっています。で、これは今カンボジアでのビデオですけれども、カンボジアとかあるいは、えー、とアンゴラのようなところでも実際にこういう手法が導入されています。で、これはあのこういうそのパワーシャベルの先に。 えと金属の回転する物体をつけておいて、そこにこう鎖をつけています。で、これ今見えてきますけれども、その鎖をぐるぐる回すことで地面を叩いて、それで地雷をこう爆発させてしまって、それによって除去をするという手法なんですね。で、これは非常に安全ですし、非常に速くて、と効率の高い手法です。で、これはあの非常に優れている方法なんですけれども、ただ残念ながら。 この地雷除去をした後にはやはりまだ15%ぐらい地雷がその爆発しないで残されてしまうでそこには私たちがもう一度その金属探知機を持っていって探さなくてはいけないということが、えー、と実際には起きているんですねそれで私たち東北大学で開発しているのは金属探知機の欠点を補うように、えー、とレーダーをそこに装着するということをやっているわけですでこれ地中レーダーダ レーダーは電波を使ってある物体からの反射波を見る装置なんですけれどもそれの非常に簡単な原理をお見せしますこれはあの地面の上にレーダーがあってそのレーダーを少しずつ動かしながら例えば地雷にあるような物体に対して電波をぶつけてそこからの反射波を計測するとで行って帰ってくる時間が変わりますからレーダーの波形を見るとこのように山形の波形が変化してきますでこの 手法をもう少し実際の実験でお見せしたいと思います。でもう一回切り替えてください。えっと、今度はです、ね、ここに用意した実験装置を説明いたします。これ、アンテナです。皆さんの方に今、電波が出ています。でこれ、送信のアンテナと受信のアンテナがあります。で、えっと、ここから出ている電波は、ここにあの赤いランプがついているのが、これ、送信機なんですけれども、ここからパルスを、えー、電圧として送って、ここから電波を出しています。 でえー、と跳ね返ってきた電波をここで受信してこちら側のオシロスコープという装置で計測をしていますで今ここで見,見えているのはこれオシロスコープの波形です中野君、ちょっとその前をただ歩ってみてくださいこう波形出てきますねこれが中野君ですもうちょっと歩ってみてこれですね、こ出てきます じゃ、今度、あの、えっと、もう少しはっきりわかるようにするために、反射鏡を持って歩いてみてください。あの、三角反射鏡。はい、ここに反射波が出てきますね。で、これ、今、横に動いてますけれども、ちょっと、こう。離れるように、歩いてみてくれますか。で、これ、反射波が奥の方に行きますね。で、もって、近づいてください。こう、だんだん近づいてきますね。 そうしますとこれはアンテナから反射体までの距離を計測することができますでもう一回横に動いてくださいでそうしますとこれアンテナから離れることによって中心付近では波形が出ますけれども少し離れると波形が消えてきますじゃあ今度はもっと大きな反射板を持って歩いてみてくださいだいたい同じところを同じように歩いてみてください今度はアルミの板を持って歩きますそうしますと反射非常に強い反射が出ますけれども まあ強さも違うんですが先ほどと違うのはこれ物が大きいですからこの反射波が出ている時間が非常に長い実際には地雷で検知する場合には反射体が動くのではなくてアンテナの方が動くんですけれどもあのアンテナを動かした時に反応する範囲が広くなるわけですで先ほどの金属探知機は金属の大きさに対してはあまり感度が変わりません ところが、レーダーは物の形を認識する能力があるわけです。そこが決定的に金属探知機とレーダーの違うところです。それで、レーダーは例えば空港での航空管制等によく使われているんですけれども。これを地面の中に電波を入れているのが、今ご紹介しました地中レーダーというものです。 で私たちはあのこういう大型の土層を実験室の中に作りましてここに地雷のモデルを埋めてその上でアンテナを動かしながら今やったような実験を繰り返しながら装置の開発をしていますで、えー、とそれで開発したのがこのエイリスという装置ですえっ、ー、と e リー君じゃあエイリスを持ってこの辺に来てくださいこれは会場前に少しあのお見せし,ましておりましたけれどもこれがそのエイリスの本物ですで この装置は基本的にはこれ先ほどの金属探知機と同じような格好をしていますけれどもここに金属探知機のコイルが入っていますそれからここにレーダーのアンテナが入っていましてここから電波が出ていますでこれは金属探知機と地中レーダーをその合わせた装置なんですねで両方の計測をすることができますそれからここはこれパソコンがついていましてここで取ったデータを処理をすることができる。 ちょっと今時間がありませんので、また後でこれをご覧いただきたいと思いますけれども、どうもありがとうございました。で、こういう装置を作りまして、実際にカンボジアでえ地雷除去に地雷除去の活動をしております。ちょっとビデオをご覧ください。これはあのカンボジアのえアンコールワットがあるシェムリアップという町です。で、そこからホテルを出てえ地雷源に向かうところです。 であの先ほどお見せしたような典型的なカンボジアの農村地帯に入っていきます。 で、ここはあのドクロマークがあって地雷原だということを示しているところなんですけれども、ここで作業を始めます。ところがこれあの地雷があるという。その警告がある。赤い線の近くをこう地元の農民が歩いているんですね。で、これはあの最初は少しびっくりしたんですが、地雷はほとんどこういうそのジャングルの中にあって、もうこう広がっているところにはほとんど地雷が残っていないので、地元の人はどこが安全かよく分かっているので、あまり事故は起きません。 でこれが今、エイリスを操作しているところです。でこれ、音を聞きになるとお分かりになると思いますけれども、先ほどの金属探知機と同じ音がしています。で、同じ種類の金属探知機を入れて、えー、このエイリスを動かしているんですけれども、この中には先ほど申し上げたように、レーダーがついていまして、レーダーのデータもこの中で一緒に取得しています。で、から今、レーダーのデータをこのパソコンで、これは Windows のパソコンが中に入っているんですけれども、それを使ってデータの処理をしているところです。 今ちょっと見にくいかもしれませんけど、ここに丸い赤いのが見えていますけれども、これが地雷と思われる影なんですね、これがレーダーの画像です、これが金属探知機の画像です、でこれはあの右側と左側で音が違うので、それを色にしているので、青い色と赤い色が出ています。 でここは金属探知機の反応があるしレーダーの丸い反応があるのでまず間違いなく地雷があるだろうとで今ここでは金属探知機を使ってその反応が出た場所を位置をもう一回確認しているところです。 マークをしといて、実際のオペレーションではこれをたくさんつけた後、そこを順次掘っていくんですが、今の場所です。掘ってみました。ここにあるのが pmn2 の地雷のその横,横面ですね。 でこれはあの爆薬が入っていない地雷をちょっと分解していますけれどもで本来はここに爆薬が詰まっているわけです。 あの地雷が見つかると大体今のように現場で爆破しししてて処理をまししまいますで今あのビデオの中でちょっとお見せした画面と同じものですけれどもこんな風にして地雷を、えー、とレーダーで見ることができます。 であのカンボジア各地で私活動しておりまして今あの、カンボジアの地雷除去センター政府,政府団体に、えー、と6人で編成されるチームを1つ持ってましてそのチームがずっと活動しています例えば3月に、えー、地雷除去している場所10月に行くとこんなふうに田んぼで使われていてあの地雷除去が確実に行われているということが確認できていますでこれまでに、えー、と25万4000平方メートルの、えー、地雷除去をして地雷を86個 それから金属片がまあ大体予想してますけれども1万5000ぐらいえと見つけるというそういう具体的なあの与をしてまいりましたで今金属探知機とレーダーについてのお話をしましたけれどもややその専門的な立場からこれを分類しますと物質の電気的な性質というのは3つのパラメーターで記述することができます電気の通りやすさである導電率それから電気の分極のしやすさである誘電率 から時下のしやすさである誘電、えー、と等時率ですね。で金属探知機は基本的に導電率を見ています。レーダーは基本的に誘電率を見ていますで。今日お話では入れてませんけれども磁気探査という方法は等時率を見ていますで。導電率はどういうところに特徴があるかというともちろん金属があると非常に高いと。で水も例えば泥のような電解質を含んでいると導電率は高くなります。 有電率は水分率とほぼ比例していますで、当時率は鉄分を含むような強磁性体が入っていると大きな特徴を持っていますで、これもちょっと細かな表なんですけれどもその有電率の差というのはいろいろな物質物質固有の値というよりもその中にどれくらいの水分が含まれているかということがほとんどその値を決めています であのー、非常に簡単なまとめをしますと金属探知機でよく見えるものは何かというと金属物体で地中レーダーは何がよく見えるかというと石とか木片とかプラスチックとかこういうものが見えているで今お話しした地雷検知というのはこの2つの特徴を組み合わせながら、えー、地雷を検知していくという手法をお見せしたわけです。 でえー、と前半の話、私の話はここで一旦終わりにするんですけれどもここから各テーブルで少し簡単な実験をやっていただきたいと思います。であのお手元に置いてあります電子回路は、えーとまあ、通称、ピカって言ってるんですけれどもこれはあの実はあのこの大久保正さんという方が電波で遊ぶという本が書かれていてでこの本の中にこの電子回路が書いてあるんですけれどもこの回路をうちの研究室で作ったものです。 でこれ何し,何しているかというとここにアンテナがありますけれどもこのアンテナで受信した電波を LED を LED、えー、電波の電圧が高いときにこの LED を光らせるつまり電波を受信しているときにこの LED が光るという装置ですでまず皆さんにこ,こで試していただきたいのは皆さんが通常使われている携帯電話からどんなふうに電波が出ているのかとということを実際に見てください。でその上で えちょっと机の上にいろんなものが置いてあるんですけれどもいろんな種類の箱がありますがその箱の中にその携帯電話を入れてそこから電波が漏れてくるかどうかそれをちょっと見ていただきたい。 というのは今前半でお話ししたような土の中から電波が出てくるのかそういうことをその確認するというチャンスはほとんど日常生活でないのでそういうことを少し経験していただきたいと思いますでそのピカの使い方についてはあの協力いただいているファシリテーターの皆さんにあの指導してえといただいてくださいでその上でえと携帯電話から送信される電波をご自分で見ていただきたいということとそれから電波が物体を通り抜けられるかということについて、えー 観察をしていいたただきたいでその上で、まあ、前半私が話をしたようなことも含めてこういう性質を持っている電波をどんなふうに使えるんだろうか。それから もう少し一般的に、えー、とその探査に関して何かご質問等があればそれをテーブルごとに、えー、とファシリテーターを通じてまとめていただきたいと思いますで大体、えー、と30分ぐらいの時間を、あのー、考えておりますけれどもその間少しそのピカを使ったあの実験実験というよりもその電波を使った遊びかと思いますけれども、あのー、ご自身で試してみてください えっと、それではあの皆さん、実験していただいた結果あのこちらに出していただきましたそれからあの、えっと、質問もたくさんいただいたんですけれどもちょっと後半その関係があることを少しお話ししながら質問にもお答えしていきたいと思いますあの携帯電話からの電波の出方が割と不安定だということをよく実感されたんじゃないかと思いますでその理由についてもいくつかの,あのテーブルではあのファシリテーターの方からもお話聞いているかと思いますけれども基本的には その携帯電話からの電波はあまり強く出さないように設計をしてるんですねそれで携帯電話からの電波がこの辺例えばビルの上に置いてあるような基地局のアンテナに対して電波が届きさえすればいいのでそれ以上無駄に電波を強く出さないような機能があるので自分でその電波の強さを時々コントロールしてます。 なので、最初は強く出てるんだけれども、しばらく経つと電波がひゅっと弱くなったりする、そういうかなり複雑な仕組みが中に入っています。なので、実はその携帯電話を使った実験というのは、こういう研究の上では実験の再現性っていうんですけれども、同じ実験をしても、同じ結果が得られるかどうかがわからないというのが、実はちょっと難しいところなんですね。 それであのこのラジコンの送信機を持ってきましたけれどもこちらはいつでも安定した電波が出ているのでちょっとあの分かりづらい携帯での電話,電話の実験の代わりにこちらを使っていただいたいということがあります。それから、まあ、大体あの皆さん、えー、予想したような結果が出ているわけですけれども電波というのは基本的には例えばこのプラスチックプラスチックはその絶縁体ですけれども電気を通しにくい性質ですね。ここからの電波は、えー、ほとんど あのこれぐらいですすと関係なく通しますただあの実験によってはあの携帯電話の距離の問題があって電波はあの遠くなるにつれて拡散して弱まっていきますからどうしても離れてしまうと電波の強さが弱くなると箱に入れることによってその距離が微妙に変わってそれであのつかなくなったりするようなこともあるんですけれども基本的にプラスチックはよく通します。それから アルミケースは金属でできていますで。金属は電波を非常に強く遮蔽する性質があると。だから、まあ、ほとんどの実験の場合、アルミケースに入れた場合には電波出てこないと思います。いくつかの電波の種類についての,あのご質問がありましたけれども、種類というのは基本的には電波の波長、あるいは周波数によっての違いですね。であの実験、ちょっと難しいんですけれども、例えば、えー、とこのラジコンの電波は40メガヘルツの電波を使っています。 携帯でで使っていいいる電波はだた 1GHz 付近ですそうしますと20倍ぐらいこれ波長が長い電波なんですね。いくつかの班ではこれ実験されていると思いますけれどもこれこの箱の中に入れた時にちょっとこれ透かしてみるとですねこの 40MHz の電波はここから非常に出にくいんです。 で少し穴が開いてても電波はここで止められてしまうんですこれは波長に対してこの、えーとえー、と開いている間隔が狭いからなんですねところが携帯電話をこの中に入れますとこれぐらい開くと電波つツつーツー出てきますでこれは波長が非常に短いからなんですねであのそういういろいろな電波の周波数による性質の違いというのはあの例えば電波をどの周波数をどういう目的に使うかということに対して考えるとき非常に重要な要素ですそれで、えーと 少しあの拡張したといいますかあの大胆な実験をお見せしたいと思うんですけれどもちょっと後ろの方をあの見えにくかったらちょっとこれあの今放映できないのであの見ていただきたいんですけれどもあのここに入っているのは水です水の中から電波が通るかどうかというのを実験しますで えー、携帯電話この中につけるのはちょっと勇気がいるので <laughs>、おもちゃのラジコン装置でやります。で、一応実験して見積もらないことは確認したんですけれども、一応念のためにこの,あのビニール袋に入れますね。これをこのプラスチックの容器の中に入れてしまいます。で、蓋します。で、えー、とこれもだいたい40メガヘルツの電波が出てますけれども、これ近づけると。 これ光光っってててまますすねここれれ安定して光ってますじゃあこれをこの中に入れてみます。じゃあ最初、これ光ってるんですけれども、このままこれ入れていってみましょう。光りますね <laughs> ご。ご覧いただけますでしょうか。これ水の中でも電波は通ります。でこれは あのこ,こで使っている水は今、そこで汲んできた水道水ですけれども、水道水はまあ,ある程度電気は通すんですけれども、それほど電気は通さないので、水の中は電波通ります。それで今度はもう一つ、の今日の地雷検知の話ですけれども、土です、これ、バケツの中に土がたっぷり入っています、これは研究室の脇から取ってきた土なんですけれども。今だいいた深さを 見ていただくこ,れこれぐらいの,あの容量ありますけれどもここにこう土入れちゃいます <laughs> すみません後で掃除しますね <laughs> これかざしてみてください光りますねあの土も 水を非常にたくさん含んだ土は電波通りにくいんですけれども、これはあのごく普通の水分量を含んだ土ですけれども、これぐらいの土でしたら電波はある程度は通ります、ただ、もちろん空気の中のように非常に通りやすいというわけではないんですけれども、きちんと通ります。ですので、お話ししましたような、例えば地雷が埋まっているとき、それをレーダーで見ると、土の中でもそれをきちんと見ることができるというわけです。 今まで地雷の話をしてまいりましたけれどもあの東日本大震災以降私たちの研究室では私たちが持っている技術を震災復興に役立てる手立てがないかと思いましていろいろなことをやってまいりましたでこれあの先ほどのまとめなんですけれども金属探知機というのは非常に金属に対しての感度は高いんですけれども物の形を見ることができませんで一方地中レーダーダというのは 金属でなくても見えるんですけれども実は非常にいろんなものが見えてしまって逆に判断がつきにくいということもありますで、えー、とこの二つの長所短所をうまく組み合わせていくということが、えー、と今後いろいろあの重要なところだと思っているんですけれども あのこれはえっと2015年5月11日に福島県の浪江町受戸地区というところで計測した私たちが計測したレーダーのデータですで今までレーダーのデータあのえっと地雷の例についてお見せしましたけれどもこれはあの通常の土で計測をしたえっとデータですで横軸がこれがえっとアンテナの走行方向を書いてまして全部でこれはえっと75メートルですね でこれ深さあのおよそですけれども1メートル2メートル3メートルぐらい土の断面をレーダーで見たときにどんなものが見えるかということですこういろんなものが見えてますでえっとこの間隔が5メートルですけれどもその中でもたくさん見えていますでこれ受け継地区というのはえっと福島原発から距離にして5キロぐらいのところですであの今年の春ぐらいから あのえっと、徐々にあのその地域に、えっと、立ち入ることができてあの放射線濃度が下がってきましたので。 それであの付近の捜索活動が始まったここはあの海に非常に近いところなんですけれどもそれで福島県警と協力しまして私たちレーダーを導入してそこの,その津波被災を受けた場所でもともと田んぼだったところなんですけれどもそこの上をレーダーをかけて中を見るということをしましたそうしますとちょっと分かりづらいんですけども大体この2メートルぐらいのところにあるのがこれがもともとの田んぼの土なんですねそれれでここのののの上あのありにあるのがこれがあの えっとこの場所ではちょっとややその平らでないので分かりづらいんですけれどもだいたい5 0ンチから1メートルぐらいにあるこの辺の層が津波によってて運ばれてきた新しい層ですそうしますとこの辺りにあるものが津波によって一旦沖に流されてまた戻ってきて堆積した埋められたものであると。 請戸地区ではあの数百人の方がいまだ行方不明なんですけれどもそういう方の何か遺留品のようなものを探す活動をやっているわけですが例えばこれを見ますといろんなものがあるようにも見えてしまいますただ実際にはここで見えているほとんどのものはただの土ですで土が乾いていたり湿っていたりそれだけでこの土の境界に沿ったこういう反射が出てきてしまいますそれから 前半で説明しましたように石ころが埋まっていたり木が埋まっていたりこういうものも反応しますで例えばこれ私たちが見る限り例えばここに一つ孤立した反射波がありますけれどもこれはもう間違いなくこれぐらいの石かあるいはこれぐらいの材木がここに埋まっていると思いますでこういうものをこう丹念に見ていくんですけれどもなかなかわかりづらいというのが正直なところですというのは先ほど言いましたようにレーダーは実はあらゆるものに対しての感度が高すぎて かえって見づらいところがあるんですね。で、えっ、ー、と地中レーダーと金属探知機のその特徴をこれまとめているんですけれども、例えばこういう捜索活動をするときに警察の方から私たちにレーダーを使って土の中を見てくださいって言われることが非常に多いです。で現場の様子を聞きますと、ここは地中レーダーよりは金属探知機の方がもっと適してますっていうケースが非常に多いんですね。 でこれをそその、えー、とまとめを書いているんですけれども、例えば対象が金属か非金属かということで、レーダーと金属探知機の違いは出てくるんですけれども、例えば実際の、えー、と捜索活動ですと、土に大量の水が含まれているかどうかというのが非常に大きなキーポイントになります。例えば、その台風が来て、土砂崩れが起きて、川が氾濫したりするような場合には、土と材木が水の中に、ま、混ざっているようなことがある。 そういういとところでははレーダーダほんんど役に立ちませんただ金属探知機はその人が持っていた金属に対して反応する可能性があるのでまだ望みがあるわけですねそんなふうにその特質がありましてどこにどの方法が適しているかというのは非常にケースバイケースですでカンボジアは少し遠いところの話のような感じがしましたけれどもいくつか近くでのお話をいたします これ2008年、岩手・宮城内陸地震、特に宮城県では県北、栗原市付近での被害が大きかったわけですけれども、その時に何台かの車が崖崩れによって土砂に埋もれてしまったということがありました、今でも6人ほどの方が行方不明になっているんですけれども、その当時、私たちは宮城県の警察と協力しまして、この金属探知機を使ってこう斜面を捜索するということをしました。ここも多量の金属 例えば自動車の車道のガードレールとかあるいはここにあります崖崩れ防止用のフェンスが落下して土の中に埋もれてるんですね。ここ機動隊の人に金属探知機を持ってもらってずっとそのデータを取って。 でこの時はあのあの高精度の GPS を使ってそれを画像化するということをしたんですけれどもそこでいくつかのポイントを見つけることができました例えばここには自動車があったんですがこれは私たちが行く前にもう見つかってた自動車なんですけれども私たちもこうあの検知することができた残念ながらここは自動車を見つけるには至らなかったんですがここは土があの結果的には非常に薄いところで自動車が埋まるほどの深さはなかったんだけれども非常に大きな金属がある場所をこんな方法で特定することができました それからあのさらに最近の話ですとこれ去年噴火した御嶽山ではあの今日持ってきました金属探知機をこれ長野県警に私たち対貸与してで使っていただきました。というのはあの日本の国内でも金属探知機というのは実は各県のけ警察も大体金属探知機を持っているんですけれども性能がかなりいろいろ違いがあります。それで私たちあの私た、ちが持持っってている、えー、金属探知機を持ってきたか 金属探知機はカンボジアで非常に活躍してるんですけれども、カンボジアの土というのはこう赤土で非常に鉄分をたくさん含んでるんですね。でそうしますと何も地雷がなくても金属探知機というのは反応してしまうので、それとその地雷を判別するようなそのまあ、コンピューターのプログラムのようなものを計算今日持ってきました金属探知機は中に、えー、と内蔵してるんです。 でそういう機能を使いますとこれ御嶽山はやっぱり火山灰で非常に鉄分を含んでいまして金属普通の金属探知機でやるとどこでも反応してしまうのでうまく物を検知することができなかったんですが、まあ、私たちの金属探知機を導入することを、まあ、あの技術共有してで実際にあの今年になって、えー、使っていただきましたでそれによってあの1人あのご遺体を見つけることができているんですがこれは岐阜県警が見つけることができたんですがあのこの金属探知機を使ってそういう成果が出てきています。 であの私の最後の話はこのアレ型地中レーダー役もということですでこれはあの震災後ですねあのこういういろいろな震災復興に非常に大型の地中レーダーが役に立つ場面が多いだろうで今日あの、えっと、皆さんあのテーブルでのディスカッションの中でもお話をされてたと思うんですがあの地雷を探すのに非常に苦労していてそれで一つずつの地雷を探すのにものすごく 時間がかかるわけですじゃあもっと一気にこれ,これを測定するような方法がないのかっいくつかの方からあの班からご質問いただいたんですがその一つの回答がこれですでこれはレーダーを全部で8個8組ですねこの中に入れてましてこれ幅が2メートルあるんですけれどもこれを人が引っ張りながら計測しますと2メートルの幅での測定が一気にできます。 でこれはあの名取市のり上海岸で一番最初は2013年の3月からこういう測定を始めたんですけれどもやはりその、えっと、津波被害を受けた沿岸部の行方不明者の何か遺留品を探したいというそういう目的でこの計測を始めています。でこれはあのデータ一つなんですけれども幅が40メートル長さが100メートルの、えっと、砂浜のエリアをこれ上から見ている図面です。 でこれ今上から下に向かってレーダーのデータを動かしていきます。そうしますとこういろんな島模様が見えてくるんですけれどもこの中に砂浜に埋まっているものあるいはこれ砂浜の堆積の地層なんですけれどもこういうものが見えてきます。でちょっっととここここれれれ分かりづらいののでこれを静止画にししまますとこうなってましてこれ先ほどの絵を ちょっと90度回したものですけれどもそうしますとここにちょっと小さい点が見えてるんですけれどもこの位置を今度垂直に切りましてそれで垂直の断面を見たのがこれですが例えばこういうものが見えてますでこの断面見ますと例えばこことかこことかここにこの埋まってるもの見えるんですけれどもここのものが大きそうなのでこれを掘ってみましたらこれ非常に長い 1m ぐらいのこの木の梁が出てきました。 おそらくこれ木造住宅の津波で流された部材の一部なんですね、これが深さ50センチぐらいのところに埋まっています。で私たち、こういう活動にこの大型のレーダーが役に立つということが分かりまして、岩手県、宮城県、福島県の各県警と協力しながら、いろいろなところでのその捜索活動を最近行っております。で例えば これはその1つの例ですけれども、今日来ている学生が引っ張ってるんですけれども、のこの役もこんなふうにして引っ張っています、これはあのえっと福島県浪江町の請戸地区での継続の例です、先ほどと出した例ですね。 こんなふうにして警察の方と協力しながら捜索をしてましてまあちょっとここ草が生えているのでスムースに動かないんですけれども捜索をしましてそれでその場所をあのこれ掘ってもらっていますこれはあの釜石市での捜索のトイレですこれは相馬市ですねこんなふうにしてあの毎月捜索活動をえとまあ少しずつお手伝いしておりますであの私たちの活動は岩手県宮城県福島県にえとまたがっておりまして 例えば最近ではあの非常にたくさんの子どもたちが犠牲になった石のの巻の大川小学校の付近ですとかその辺がようやく水が抜けて捜索ができる環境になってきたのでそういうところに対しての技術共有ができないかそれから先ほど申し上げたあの福島原発の近くでようやく最近そういう活動が始まったあの地域に対しての協力そういうようなこともやっております。 でどんなものが出てくるかって言いますと本当にありとあらゆるものが出てくるわけです。この辺はこのプランターの下のあのスノコですよね。だからこれ何かあのちりとりのようなものとかあるいはカセットテープとか木材とかこんなものが出てきます。だいたい深さ50センチから1メートルの間にもうこういう場所では無数のこういう遺留品があります。残念ながら今のところこういう活動を通してその まあ直接見つけたいのはあの遺骨のようなものなんですけれども残念ながらそれを発見するには至ってないんですがこんなふうにたくさんあのまとまってこう流れ着いたようなものの中からそういうものがもし見つかればあのいいと思ってそういう活動をしております。であのまあ、今日の 主題は、こういう技術を例えば減災のようなものあるいは復興のようなところに使っていこうというんですけれども私たち大学ですのでやっぱり基本的にはやっぱり学術的な貢献ができるようなこともあの目指していきたいと思っていますこれ遺跡調査に適用した例を1つだけご紹介します。これ埼玉県の先玉古墳というところで大体5世紀から7世紀の間にできたこういう古墳が78個あるところです。 でそこに私たちのレーダーを持ってったんですけれどもこれレーダーと一緒に金属探知機を併用していますでこれにちょっと黄色く見えているのはこれあのトータルステーションってあの通常言ってますけれどもあの高精度なレーザー測量機でしてでこのレーザー測量機を使ってこの金属探知機がどこを動いてるかというのを測定していますでこの上にいる2人はこれレーダーを引っ張ってましてここにもこの レーザー測量機があるんですけれども、これを使って、このアンテナがどこを動いているかということを測定しています。で、先ほど、あの砂浜で計測しているときは、砂浜、大体平らですから。巻尺をまっすぐに張って、その上を走れば絵はできるんですけれども、こういうその起伏があるところは、そんなに簡単ではないので。これまで、こういう古墳での、きれいな地中レーダーのデータというのは、ほとんど誰も取ることができなかったんですね。で、これ、最近、私たち、うまく取るよう、取るよう、取ることができるようになってきました。 で私たち最近発見した一つ重大なことは埴輪が金属探知機に反応するということを発見しました埴輪もいろんな種類の土でできていますけれども赤茶けた埴輪はやはり鉄分を含んでいるのでこれ実際に測定をしてみましたら埴輪に,に反応するんですね埴輪は,はもう壊れてしまって破片なんですけれども破片がこの粉腸に沿ってこう分布しているのが少し分かってきました。 もともと埴輪はこういうその前方後円墳のある高さのところにこう装飾としてずらっと並んでいたというふうに予想されているんですけれどもそれの一部を発見することができていますだからこれはレーダーで先ほどの、えー、と墳町からその古墳の一番てっぺんですね、えー、と内部をレーダーでこう画像化したものですちょっとご覧くださいそうしますとこの辺にこうたくさん波のようなものが出てくるんですけれどもこの辺ですねこれ 比較的大きな石の塊がこの中にあるということをレーダーで見出すことができています。で、このデータを少しもう少しわかりやすくしたのがこの次の画像なんですけれども、こ,れこうですね。あのここにあるのが古墳のその墳頂付近の斜めの斜面なんですけれども。 そこから少し下に大きな塊がレーダーとしては見えています。で、これは考古学者の方々と協力して今あの解釈をしているところなんですけれども、この五世紀から七世紀ぐらいはちょうどその古墳の中にその木棺のようなえっと棺を例えば頂上から埋めた時期から、例えばその横からえ墳頂の内部に こう石室を作ってその中に棺を収めるような大規模な石室を作る時代の過渡期なんだそうです。それでこの古墳が実際にそういう大きな石室を持っているかどうかというのがその考古学者の間で分からなかったんだけれども私たちのレーダーで見るとこれは何かありそうですよと。 ただここはその史跡に指定されている古墳ですのでこれ文化庁がそのえっと実際の発掘を非常に強く制限していて簡単に掘ることができないんですねただ私たちのレーダーを使えばこういう状況でもその内,内部をきちんと見ることができるこの辺は学術的な貢献にあの少しでもお役に立つんではないかなと思っています。 活動を今日ご紹介させていただいてあの前半が地雷の話後半がその震災復興に関わる話をしましたけれども、まあ、一つまとめますとここにありますようなその技術を、えっと、私たちやはり今 ある技術がこれれで完成されたものとは思っていませんでもっと新しい技術として適用することを考えています。でこれはあの、まあ、ちょっとこれは難しい言葉を書いてしまいましたけれどもあの例えば空港の管制レーダーというのは何十キロも先にある飛行機を見るんだけれどもすぐ目の前にあるものを見るレーダーというのは実は結構技術的に難しいんですね。こういう近距離レーダーとかそれからその電波の性質を使ったポーラリメトリーというようなこと。 でまあ、これが新しい技術なんだけれどもこの技術を導入したレーダーを例えば地滑りとか火山だとかこういう防災減災に利用していくチャンスというのはまだまだたくさんあるだろうと思っています、まあ、レーダーの原型が動くということは今日皆さんにご覧いただきましたけれどもこれを実際にその社会に実装して使っている例というのは残念ながらそれほどまだ多くないんですねでその辺を私たちどんどん進めていきたいと思っています それからあのトンネルですとか道路ですとかダムですとかこういう非常に社会的なそのインフラをそのきちんとモニタリングする技術その高速道路のトンネルが落盤するようなことを防ぐために今日ご紹介したような技術は使えるだろうと思っています。 からまあ、あの東日本大震災を、えー、受けた私たちは割と身近な話題でもあるんですけれども、耐震診断のようなものにこういう技術を使っていくとか、それからまあ最後は被災者捜索のような、こういうその、えー、これまでや,やられていなかったものに対して、こういうレーダーを使っていくということに対しての,その応用をどんどん考えているところです。どううもごご清聴ありがとうございました